この建物内にいるエンドスケルトンを潰します。マックもスカイネットコロスマンランキング上位者なので、追跡部隊が送られてるんですね。お、開いてないじゃん。めちゃいますね。いくらイージーとはいえ、こいつらが押し寄せてきたら集団レイプで秒殺だ。少しずつおびき出すしかない。レーザートラップ使ってみるか。これもね、はっきり言って使えない子です。あんまり引っかからないし、自爆リスクあるし、好きくないけど一応紹介ってことで使っていきましょう。あ、引っかかった。よきかなよきかな。お、なんだかんだでエレクイ状態だぜ、美味しいです。もうここまで来たら、普通に戦った方がいいんですけどね。レーザートラップ君に活躍してもらおう。多分使うの最初で最後だと思うんで。
おびき寄せようとしたら行ってしまった。なんとも複雑な気分だ。さあ、こっちへおいでよ、ポップコーンパーティよし、あと一体だ。あ、あれ？こっちを感知してるのになんで違う方向に行くんだよ。お前壊れてんのか？小僧、もしかしてお前、壊れとるのか？ここここいつ、意地でもこっち来ないつもりかよ。ああそうかい、それがおまんのやり方か。使えねえ野郎を食わす金はねえんだよ。ああもういいや、解除して。あれ？なんだよ満室かよ。この役立たずが。Too bad there's no water in that pool. I'd have you jump in and see if you float. Wait. なんだてめえ、すまきにしてドブ川に浮かべるぞこら。熱感知識ロケランも買ったんだけどさ、これもなんかねえ、熱感知ってついてる商品なのに、全然熱源を追尾しないのよね。つまりまっすぐしか飛ばない。ごく普通のロケランなんですこれ。詐欺商品だよ。ぼったくりやろこれ。なんだ？ここに隠れてるのか？Good. Now wait here for a moment. My patience is wearing thin. Why am I even here? Here? On the stage, you mean? Because I wanted you to recite a poem.That's right. That's why I got you on this stage. To invoke the fear of public speaking in you. This will allow me to check your emotional response. Very important in these sort of tests. So, if you could go ahead and recite a poem. Fuck off! Very hostile emotional response. Noted. Oh, now wait. Be quiet.Regularly patrol this area. Don't let them see you. So you know I'm not a Terminator. Of course I do. They are way better shots than you. Then why are you making me do all this? Because I want you to grab something for me before I help you. Turn
turn left when you leave the theater. There you'll find a plane crash site. My spider scout should be stuck somewhere around. Just grab it and bring it back to me in one piece. 僕にポエムを読ませるためにわざわざこんなとこに誘導したのか。お前面白いやつだな、気に入った。殺すの早めだ、殺してくれ、と懇願するまで調教してやる。おじさんのこと本気で怒らせたね。Skynet completely took over this place. I could do something about that.前線基地は後で潰すとして、まずエリンの家に行きましょう。旦那の所在がわかるかもしれん。高級テニスクラブだった場所か。しかしなんで昔の女子テニスのユニフォームって、あんなにエロいデザインだったのかね。しかも打つときに、あーん、とか、おーん、とか言う人いたでしょ。余計エロかったっす。でね、エリンの家に置き手紙があって、テニスクラブのロッカールームに避難してるってことだったので、探してみます。I hope it's not you, Peter.残念、少し遅かったみたい。でね、後でエリンに報告する際、夫のピーターはメキシコへ行ったよ。つってエリンに嘘をつくんですね。そうすることでエリンはシェルターから出て、命拾いをします。残酷な嘘だけど、まあ致し方ないよね。死んでしまうよりマシだもん。では隣の置き地を消去してしまいます。さら地にして撃ってしまいます。そういえば、時転がし。で僕は売り地の上をローラーのようなものを転がして、整地してる人たちのことかと思ってないよ、何言ってんだ。難易度ハードのスキルは取ってないです。いらねえし、だいたいどっかに裏口コースがあるはず。巻き添え被害はなかったか、残念。タレットを1台乗っ取りたい、鳥取台。今のは地味に恥ずかしい。穴があったら入れたい。じゃなくって入りたい。君も鬼にならないかやらないか。
んじゃ、マックが言ってた偵察用スパイダーを回収しに行きましょう。で、第二世代プラズマライフルの暗号解読ができたら、奴は用なしラフランス。亀甲縛りにして逆さ釣りの鞭攻めだ。今日は逆さ釣り、鞭攻めをしよう。I've got it! Good job! I'm in my vault, in one of the buildings up the street. Meet me there.この建物の地下シェルターにいるんですね。さすが覇王金持ちの住んでた場所だけあって、個人用の各シェルターとかあるんすね。おったまげ。これまた念入りにやってくれたもんだな。お客が来るんだからさ、解除ぐらいしといてくれよな、頼むよ。あー、腹ん中がパンパンだぜ。実体弾を捨てよう。時すでに遅し。クソ、あいつのせいで汚い花火になる夢を見ちゃったじゃないか。お尻ペンペンくらいで済むと思うなよ。人間便器にしてやるよ。This is it.